Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna take my. せーの、ラフィーです。はい、ということですね、おはようございます。今日はですね、成人式という方が、早速、今は8時50分ですね。9時15分ぐらいに家出て、9時半に病院着いて、レイラは地元の成人式じゃなくて、中高一緒だったので、そっちの方の集まりに行くんですけれども、地元の子とかはめっちゃ早いの、朝、6時5時半とかに起きてさ、みんな支度しててさ、レイラまだこれでも結構遅い方なんですよ。今8時50分ぐらいだから、それでも朝早い感覚がします。ってことで、今朝ごはんを急いで食べるところです。今日のご飯、朝ごはんは納豆ご飯。納豆がこんな感じですね。かまぼこときゅうりがかかってます。であとは卵焼きとお味噌汁です。もうちゃちゃっと食べて、もうレイラも結構時間ないんですよ。聞いてほしいさ、昨日さ、成人ってことだから、近所のね、お友達のお庭で飲んでたわけね。そしたらさ、ここ見て、お庭の枝に顔引っ掛けて転んで、ここに成人式の日なのに傷ができたんですけど、最悪。せーの、いただきます。ということで、早速メイクとか準備とかいろいろして、それをちょっとね、動画の回していきたいと思います。カノの成人式はどうだったんだろう、気になるな。ラッフィー今車で移動してます。ちょっとだけ軽くメイクして、あとはもう美容室でやる。なんかさ、アイシャドウのさ、色の濃さとか口紅とかチークってさ、着物着ないと加減がわからないから、下地とちょっとアイメイクだけしたけど、大丈夫かしら。フラッフィー。はい、ってことで早速今美容室で髪の毛をやってもらってます。はい、すっかりカメラ回し忘れちゃって、今もうメイク途中までやっちゃって、髪の毛も今巻いて、これでアップして完成するんですけど、ごめんね、回し忘れちゃって。カノも多分北海道で成人式やってると思うんだけど、レイラはカノのスタイル全くわからないから、ちょっと楽しみですね。ラッフィー、こんな感じです。モフモフもつけて、こんな感じで、これが成人式って感じがします。行きに動画撮ったんだけど、なんか光の加減があんま良くなくて、今は撮り直してます。中高の集まりに行ってきました。なんかみんな大人になってて、久しぶり感があって、すごい楽しかったです。なんかレイラは地元も中高の集まりも両方行けたので、すごいなんか、なんて言うんだろう、意外といっぱい友達がいるんだなと思いました。今から同窓会っていうのがあって、ドレスに着替えて行かなきゃいけないんですよ。もう本当に一日中この振り袖ですごい可愛いけど、もう腰に負担かかるし、足袋で歩くし、もう本当に疲れて早く脱ぎたいって気持ちなんですけど、今からね、髪の毛急いで洗ってそしてドレスが着て映画を上げていきたいと思います。こんな感じ見える。フラッフィー。せーの、フラッフィーです。はい、おはようございます。今日は成人式当日ということで、ちょっと朝、今もう8時かな、
くらいだと思うんですけれども、ちょっとね何も考えずにメイクを始めてしまっていて、ちょっとすっぴんのオープニングを撮るのを忘れていたんですけど、すっかりカメラ回し忘れちゃって、今メイクの最中で、ちょ眉毛が今さっきカミソリしたらなんか赤くなっちゃって痛くて痛くて、今ちょっとそれどころじゃないというか、成人式の日なのに傷ができたんですけど、まあでもちょっと今日はね人生一度きりの成人式ということで、気合を入れてメイクも濃いめに、まつげもぐんぐんに上げてメイクしていきたいと思います。今固めのまつげだけやったんですけど、めっちゃ今日はがっつり上げていきます。ここめっちゃ痛い、どうしよう。でちょっと9時から着付けとヘアがあるので、8時50分にはお家を出るので、ちょっと急いでメイクしていきたいと思います。フラッフィー、毎日メイクの動画みんな見てくれましたか？結構みんなからコメントとか参考になったよとか DM 来てめっちゃ嬉しかったです。もう今日はね根元からまつげ上げてっちゃいます。はい、マスクのまつげの下地ができたということで、マスカラしていきます。はい、終わりました。そしたら今日のために買ったこちらのアディクションのチークとハイライトにもなるめちゃめちゃ可愛いこちらのチークを塗っていきたいと思います。マジすごいから、これ本当にめちゃめちゃ可愛いの、色が最強。まず下の色はこの色で、その上からラメ感を足すためにこちらのもっとキラキラを上から塗ってきます。ちょっと私も初めてねチークを変えるので、ニューチークブラシも買っちゃいました。キャンドゥさんなんですけれども、じゃあまずはねチークから塗っていきます。めっちゃ色かわいいでしょ。なんかちょっと緊張する、この初めて使うチークって。やばい、鼻にチーク塗りすぎた、やばいやばいやばい、ちょっと抑えたい、ちょっと抑えたい。難しいねチークの塗り方って。上に次こちらのめちゃめちゃのラメを重ねていきます。できた。じゃあということで着替えていきます。フラッフィー、フラッフィー。はい、ということで完成しました。仕上げてもらいました。髪の毛もね、なんか注文したのは前から見ても可愛く見えるようにこうやって左右にオランを作って、ここは編み込みみたいな感じにしてもらいました。そして振り袖はね黒色、あまりカメが普段黒色イメージが ないと思うんですよ。振り袖だったら簡単ピンクとかオレンジとかのイメージだったと思うんですけど、ね、いつも着ない色の黒にしてみました。
でも、ところどころにこうやってカラフルが入ってるから、めちゃめちゃ可愛くて、しかも雪が降ってるから、白だけど、その中に黒だったら入るかな、みたいな感じを思って、お送りしました。じゃあ、早速、成人式の会場に向かっていきたいと思います。成人式も終わったということで、神社にお参りしに来ました。では行ってきたいと思います。もうすっかり夜になっちゃったんですけれども、今から神社にパンパンしていきたいと思います。